それから自分を正しいものとし、他人を軽蔑する人たちにこんな話をなさいました。二人の男が祈るために神殿へ行きました。一人は自尊心が強く、あくまで自分を正しいと主張するパリサイ人、もう一人は人のお金を騙し取る酒税人でした。パリサイ人は心の中で祈りました。神様、ありがとうございます。私は他の人々、特にここにいる酒税人のような罪人ではありません。人を騙したこともなければ勧誘したこともありません。1週間に2回は必ず断食し、全収入の10分の1もきちんと献金しています。一方、酒税人は遠く離れて立ち、目を伏せ、悲しみのあまり胸を叩きながら、神様、罪人の私を憐れんでくださいと叫びました。よく言っておきますが、罪を許されて帰ったのはパリサイ人ではなく、この罪人の方です。高慢なものは卑しいものとされ、謙遜なものには大きな名誉が与えられるのです。ある日のことです。イエスに触って祝福していただこうと、人々が子供たちを連れてきました。ところが弟子たちはそれを見て邪魔だと叱りました。するとイエスは子供たちを呼び寄せ、弟子たちに言われました。いいから子供たちを自由に来させなさい。追い返してはいけません。神の国はこの子供たちのように、素直に信じる心を持っている人たちのものなのです。ある時、一人のユダヤ教の指導者がイエスに尋ねました。先生、あなたは尊いお方です。そこでお聞きしたいのですが、永遠の命を受けるにはどうすればよいのでしょう。私のことを尊いというのですか？それがどういうことか分かっていますか？尊い方はただ神お一人だけです。それはそれとして、質問に答えましょう。モーセの戒めはよく知っていますね。勧誘してはいけない、殺してはいけない、盗んではいけない、嘘をついてはいけない、父と母を敬えとあります。子供の頃から戒めはきちんと守ってきました。でもあなたには一つだけ欠けたところがあります。財産を全部売り払って、貧しい人たちに分けてあげなさい。天に宝を蓄えるのです。それから私についてきなさい。このイエスの言葉に、その人は肩を落として立ち去りました。大変な金持ちだったからです。その後ろ姿を見つめていたイエスは弟子たちに言われました。金持ちが神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。それよりはラクダが針の穴を通る方がよほど優しいのです。これには弟子たちも驚き、思わず言葉を返しました。そんなに難しいのですか？だとしたら救われる人などいるでしょうか？人にはできません。だが神にはできるのです。すかさずペテロが口を挟みました。私たちは家も捨ててお従いしました。そうです、あなた方のように神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は誰でも、この世ではその何倍もの報いを受け、やがて来る世では永遠の命までいただけるのです。ここでイエスは12人の弟子たちをそばに呼び寄せ、特に言って聞かせました。あなた方も知っているように、私たちはエルサレムへ行くところです。そこで昔の預言者たちの言葉通りのことが私の身に起こります。私は外国人の手に渡され、あざけられ、侮辱され、唾をかけられ、鞭打たれ、ついには殺されますが、3日目に復活するのです。ところが弟子たちにはイエスの言われることが全く理解できず、先生はきっと謎をかけておられるのだろうとしか考えられませんでした。ほどなくエリコという町に近づくと、盲人が一人道端に座り込み、通りがかりの人に物乞いをしていました。大勢の人が慌ただしく通り過ぎ、辺りの様子がざわついてきたので、一体どうしたのかと思った盲人は、そばにいた人を捕まえて尋ねました。するとナザレのイエスがお通りになると言います。盲人はこの時とばかり大声で訴えました。イエス様、ダビデ王の子よ、どうぞ私に憐れみよ。イエスの前を進んできた人たちが黙らせようとしましたが、そうすればするほどますます大声で叫び立てます。ダビデ王の子よ、憐れみよ。その時イエスは足を止め、あの人を連れてきなさいと言われました。
私にどうしてほしいのですか。主よ、見えるようになりたいのです。さあ、見えるようになりなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。その瞬間、彼の目は見えるようになりました。そして心から神を褒めたたえながらイエスについていきました。この出来事を見ていた人たちも皆神を賛美しました。